今日は私と朗読ラジオ番組エンジェリックリンクサイドストーリーの時間です今回は ベリアル役サザナミスズがお送りいたしますゲーム本編でお楽しみいただいている「エンジェリック・リンク」のメインストーリーはアニメ「私能力は平均値でって言ったよね!」の原作者フナ先生書き下ろしの世界観設定プロットが原案となっています今回は「もしエンジェリック・リンク」の世界観設定でフナ先生がラノベを書いてみたらの第5話となります ルシフェルベリアルベルゼブブたちの世界でもしかしたら起きているかもしれないもしもの世界をお楽しみくださいあの4人組のその後のお話ですそれではスタート第5話情報収集 動揺する買い取りをせかしてお金を受け取った後、パーティーへの勧誘のためかやたらと話しかけてくる男たちを軽くあしらった一行はぐるりとギルド内を見渡したねえそこのあなた私たちの依頼を受けてくれないハルファスは目のあった一人の少女に近づいたえ<っ>ハルファスに声をかけられたのは 依頼の張り出されたボードのそばにいた7から8歳くらいの少女だったもちろん魔物狩りのためにこの場所にいるわけではなく読み書きのできないものの代わりに希望の依頼を探し出して受注のお手伝いをするいわゆる隙間産業でダチを稼いでいるものだった少女はハルファスからの問いかけに驚きながらも元気よく答えたなっ ありがとうございます。でも本当に私でいいんですかもちろん嬉しいですでもあのような立派な魔物を狩れるパーティーの方々のお力になれるかどうかはちょっと恐縮する少女を見てダンタリオンがデカラビアに耳打ちするなんだか萎縮させてる私たち ちょっと頑張りすぎちゃったみたいだしねいえいえそんなことは慌てて少女は首を振るとギルドで隙間産業を行っているだけありすぐに決まりきった文言を語り出すな、ま、一体どのような依頼をご希望ですか難易度必要日数得意な戦い方や苦手なことを教えていただけたらそれらを考慮して 嫌いを選べます。なそういうのはいいの。私たちこの町に来たばかりでいろいろと教えてもらいたいだけだから。今から一緒に食事に付き合ってくれない？報酬は食事の食べ放題と銀貨一枚。どう？受けてもらえる？銀銀貨一枚い！喜んでー！途端にまた。 場所は変われどギルド内の空気がざわめく少女と同じような仕事をしている少年までもが金払いのいい客を捕まえた少女に対し戦亡の眼差しを送っているあれ私たちまたやっちゃった視線の中心でハルファスが仲間たちにつぶやくするとダンタリオンが小声でハルファスに耳打ちした もしかして銀貨一枚ってすごい大金えっ、ね、でもちょっと軽く何かつまめるくらいでしょんー相場間違ってたのかな銀貨一枚大ぐらいの打天使たちにとっては軽く食事をつまめる程度でもこの世界で子供のおだちんとするにはあまりに大きな額であることをまだ知らなかった 一番美味しいと評判のお店に今すぐご案内します微妙な空気が流れる中、少女は元気に声を上げると、ハルファスたちを飲食店の立ち並ぶ街の中心へと案内するのだった。打天使たちが少女に連れてこられた店は、冒険者や旅の者にも確かに評判らしく、多くの人で賑わっていた。早速 少女がおすすめだというメニューを頼むと、しばらくして湯気の立つ熱々の料理が山と運ばれてきた。マイナー、うん、このお肉もスープも絶品だねー。アンドラスとデカラビアが料理に夢中になる横で、ハルファスも豆の煮込みを口に運びながら少女から話を聞く。 うん、それで名前はエストちゃんね読み書きは孤児院にいるシスターに教わったと正しくはエストリアなんですがみんなからはエストと呼ばれてますエストが言うにはこの辺りの町では教会が孤児院を運営していることが多くその運営資金は主に領主からの支援金や 町のの住人の寄附金で賄われているらしいしかしもちろん教会も金銭的に余裕があるわけではないので孤児院での生活は決して楽ではないとのことだったふんあーところでもうちょっと普通にしゃべってくれない敬語とか背筋がムズムズしちゃって。 困ったように笑うハルファスに言われエストは仕事で身につけたおぼつかない敬語を捨てると年相応の可愛らしい表情を見せたハルファスたちが少女の身の上話を聞いたところギルドでのあれは孤児院の子供たちが運営費の足しにするために自発的にやっているダチン稼ぎとのことだったギルドとは直接関係はないものの 文句を言う者は誰もいないらしい死亡率の高いこの世界では幼くして親を亡くす者も,も決して珍しい存在ではなくギルドにいた人々の中にもそういった者は少なくないため孤児に辛く当たるような者はあまりいないそうだエストの話を聞きダンタリオンが大きくうなずく確かに。 読み書きは大事うんシスターも読み書きができると将来の食の選択範囲が広がるし悪い人に騙される確率が大幅に下がりますっていつも言ってる <laughs> それにシスターに教えられることって宗教話の他には読み書きくらいしかないの料理やお掃除菜園の農作業とかはシスターが手出しすると。 余計面倒が増えるし <laughs> <laughs> 会ったこともないシスターの裏話を聞きアンドラスが遠慮もなく大声で笑うハルファスも木のスプーンを持ったまま苦笑した私にもそういうのできそうにないかもでもどうしてお姉さんたちそんなこと聞くのこの町のことならともかく。 みんな知ってるようなことまでキョトンと首をかしげるエストに対しハルファスは首をすくめるまあちょっといろいろあって <laughs> けどおかげでいっぱい話が聞けて助かっちゃったエストちゃんありがとう小さいのにしっかりしてるんだねほがらかに笑いデカラビアがエストの頭をワシワシと撫でる だってもう10歳だし年下の子たちもいっぱいいるもん10歳思わずデカラビアの口から言葉が漏れ会話が止まる見た目から7から8歳くらいだと誰もが思っていたけれど誰もそれ以上話を広げようとはしない孤児の体格が年齢相応より貧相な理由など 分かりきったことをわざわざ聞くバカはいなかった元気そうだけど故事だもんねふとハルファスはそんなことを思うデカラビアはそのまま優しいお姉さんの雰囲気を崩さずエストを温かな瞳で見つめた <laughs> そっか思ったよりお姉さんだったのねうん 亡くなった両親どっちもおこがれで痩せてたってそして母さんは「貧乳の女神に愛された女の名を欲しいままにしてた」って言ってたえー、そういう理由これにはハルファスもびっくりだったてっきりエストが小柄なのは孤児だからだと思い込んでいた何事も聞いてみないとわからないこともある 小さくつぶやいたのはダンン。タリオン全くもってその通りだったおいしい食事の手助けもありエストとダ天使たちはすぐに打ち解けたのでハルファスは早速詳しい情報収集へ入ることにしたでこの国のこといろいろ知りたいんだけど女王様が治めているのは知ってるエストの確認に。 ハルファスは頷いたうんオートの位置がここから東に数時間歩いた場所なことは知ってるエルフやドワーフ獣人他にも少数種族とかいろんな種族の血が混ざってる人が普通に暮らしていることはへえ、はあ、差別とかはないのうーん他の地域にはあるかもしれないけど。 このあたりにはないと思うよそれに私たち魔物とか他の種族に比べたら弱いしねならもし天使や打天使がいきなり現れても迫害されたりとかはないのかなエストの言葉に一つ一つうなずきながらハルファスは頭の中でそう考える。天使や打天使使やが 人間の言う種族や人種に含まれるかどうかは定かではないけれどひとまず安心できる要素や情報は多ければ多いほどいいけど弱くても魔法とか使えるんだろう料理に夢中になっていたアンドラスが顔を上げるエストはその疑問に答えたうーん使える人もなな ちょっと生活が便利になるやつとかそれくらいじゃないかなあでも魔道具を使えば魔法が使えない人でも焚き火に火をつけたりとかちょっと動きを速くするとかその程度ならできるから普通のことだよでも魔法を使うには何かしら魔力の源となる動力源がいるはずエストの説明に 冷静にに疑問を口にしたのはダンン。タリオエストは驚いたような顔でこう続けたあっだからお姉さんたちが魔物を捕まえるんでしょ魔物の心臓あたりに魔石ってのがあってそれが動力源になるって聞いてるよだからクブリンとか素材も取れないし肉も食べれない魔物でも退治すれば。 細々生きていけるくらいの収入にはなるって。はあ、でもこの前、コブリンの腎臓のあたりにあった大きなマセキを採取したって人がギルドに来たけど、偽物だったみたいで何か揉めてたようなそれただの欠席でしょう。髪髪入れずハルファスが突っ込むと、ドットミラが笑い崩れた。こうして くだらない話も交えながらさまざまな話題が飛び出しては消えていくしかしエストのおかげで当面この辺りで生活するのには困らない程度の知識は手に入れられたでもお姉さんたちパーティー名はまだないのキルドでお仕事するならいろいろと便利だからトリナとしてパーティー名をつけるのが普通だよエストの言葉に 4人の声がきれいに重なった。パーティー名うんお姉さんたち全員を指す名前テーブルを囲んでいた打天使たちの食事をとる手が止まるまず最初に口を開いたのはダンタリオンだったパーティー名うん通称は欲しいかもデカラビアが微笑みアンドラスも笑顔になる <laughs> いいんじゃないのかっこいいやつだかっこいいのにしよう2人とも通り名を持つことに対し好意的な意見を述べるうんなら私たちに似合った最高の名前を付けようハルファスがリーダーらしく4人の意思をまとめると打天使たちは珍しく本気で悩み相談し始めたあれがいいこれがいい といくつも候補を出し合いながら話し合うこと数分これがなかなか決まらないそこでふと皆の意見に耳を傾けていたハルファスが顔を上げたあ魅惑の天使」ってのはどうそれだアンドラスが瞬時に同意するいいわねこれまでので一番素敵響きもいいし。 何より私たちらしいデカラビアとダンタリオンもこの通りその場に誰も反対する者はいなくなる満場一致もう他にないよねハルファスの声に仲間たちは力強くうなずいたじゃあ決定今日から私たちは魅惑の天使としてみんなで頑張って稼いでおいしいものをいっぱい食べてくよ ハルファスの決定に対し残りの3人は明るく声を張り上げたあ<ー>こうして4人は自らを表す名を手に入れたしかし食事のために街に繰り出してはその店の食材を食い尽くさんばかりに食べる大ぐらいな打天使たちなわけでこのパーティー名を発表した後、巷ではすぐに「腹ペコ天使」 と呼ばれるようになるのだった今回はここまでいかがでしたでしょうかみんなのご飯の食べっぷりなんだかこちらまでお腹がいっぱいになっちゃいますねうん次回は最終回アハルファスたちの行方はどうなっていくのでしょう楽しみにお待ちください 次はベリアル役サザナミスズがお送りいたしましたさよう